皆様こんにちは。暗いところからやってくるの脚本を担当した前川智博です。普段は劇団1級目というところで作演出をしています。劇団1級目では少し不思議で怖い作品を作っています。やっぱり子供に見てもらいたいですね。怖いものとか暗いところ、まあ、タイトルになってる暗いところとかにちょっとその興味があるような子供たちとその親たちに見てもらいたいです。やっぱり主人公テルオの成長ですかね。テルオがやっぱり怖がってるものを克服していくっていう話なので、そこを見ていただきたいと思います。怖いところもあるし笑えるところもあります。小学校低学年からでも全部わからなくてもすごく演劇体感するものなんで楽しめると思います。席によっては泣くかもしれないです初めて子どもたちの中では初めて演劇を見る子もいると思うので、やっぱりそういう子どもたちがその演劇を知るきっかけになって、演劇面白いなっていうことがちゃんと残せるようなそういう機会になると思うので、ぜひ見に来てほしいですね。初めての人に見に来てほしいです。すごく当たり前のことなんですけども、生で目の前に俳優がいて、でそれを体感するものなので、やっぱり同じ物語でもやっぱりテレビと映画とはまた一味違う楽しみ方があるの でそれはやっぱり劇場に見に来てもらわないとわからないことなので、一度体験していただきたいと思うし、やっぱり体感するとすごい面白いものだということがわかると思うので、僕自身がそうだったのでぜひ体感していただきたいです。この夏に暗いところからやってくるという作品でお伺いします。皆様のご来場心よりお待ちしております。